皆様おはようございます。11月の27日午前10時42分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日土曜日の第1部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、昨日ね、仮想通貨、ビットコインキング様がね、ちょっとあちらでございますよ、ちょっと値を下げてきまして、仮想通貨業界全体がね 10% 超ぐらいの全面安という状況になったわけでございますけれども、現物の買いとしては当然チャンスが来たんじゃないかなというふうに思っておりますので、そこのスタンス、気持ちの持ちように関してはね、昨日の第2部でもお伝えした通りでございます。でね、昨日配信した後に、あちらでございますよ、やっぱりね、 YouTube、私もね、YouTube を配信するものとしてね、ちょっと仮想通貨業界のみんなどんな感じで、もう配信をしてるのかなーってこう見たらね、もうびっくり、何がびっくりかって、もうね、大暴れみたいなね、感じ、わかりますよね。もう終了みたいなね、感じで言っているところもあったんでございましょうか。もうものすごい勢いでね、もうね、下げを強調しまくっていると、私から言わせてもらうと、そんなもん見りゃわかるかなっていうね、話、わざわざサムネで作ることかなって思ったんでございますけども、これはね、あちらですよ、YouTube をね、配信している方、当然自由な作り方でございますから、いいとは思うんでございますけれども、そんなに強調しなくてもよくないみたいなね、私は思っております。ですから、私がサムネを作ったね、もう完全に浮きまくってますよね。いきなり私は、この下落基調の中、わかりますよね、ドットオークションに関してサムネを作るという、先ほどパイナポー TV の方でしたか、ガーチャンネルの方でしたか、に入って、テレグラムの方にね、入っていただいている船員の方がね、もうね、昨日の、ビットマン TV のサムネ見たらね、日にち間違えてるんじゃないかと思ったね、これ、しっかり見届けさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。そうですよね、他の配信者の方はね、やっぱり今回の下落をね、結構こうサムネの方でも強調している方結構いらっしゃいますけれども、何遍も言います、見たらんなもん分かるっつう話でねわざわざ煽るなみたいな感じでございますよ。落ち着けでもね、初めてね見た方とかがいたら、やっぱりああいうのを見るとね、大暴れとか見ちゃうと、やっぱりこうやべーっつってね、いきなりもうね、もう狼狽売りってしちゃいたくなりますよね、あれを見ると。ですけれども、やっぱりこう昨日もね言いましたけれども、ビットマン TV 号にご乗船いただいている方、とにかく芯はぶらさないで。芯はぶらさずに行きましょうよ。何のために仮想通貨業界にいるんですかって、ここをとにかくぶらしてしまうと、やっぱり狼狽とか入ってしまいますから、一時の、わかりますよね、興味本位で、初めはもしかしたら入ってきたかもしれません。もしかしたら入ったかもしれません。ですけれども、ビットマン TV とね、こう出会って、私とね、一緒にこうね、わちゃわちゃやっていく中で、仮想通貨業界が今後ね、やっぱり大きく発展していくような業界であるんだなっていうのは、ある程度も認識できていると思うんですよ。ですから、そこの芯をぶらさずに、いいですか、皆さん。とにかく5年、10年後見ていきましょう。ここが芯をぶらさないっていうことです。ですから、当然、一時のね、あちらですよ、資産のちょっと赤っていうのが目立つような状況にはなってくるかもしれませんけれども、OK でございますか？そこばっかり見ていると、つまり、目の前の木ばっかり見ていてもダメなんですよ。大枠、いわゆる森をね、こうね、ぐーっと上から俯瞰的に見ていかないといけないので、上から目線でやつですよね、見ていかないといけないので、やっぱりこうね、いろいろ、話は戻りますけれども、YouTube のね、仮想通貨業界の配信をしている方は、当然、ご自身で配信をしているので、サムネの作り方であるとかね、内容の作り方であるとか、そういったものは当然自由なんでございますけれども、結構ね、こう、下落をしてきた時の、本当にもうね、もう手のひらをコロッと返したかのようにね、もうここでいきなり爆上がりしたら、来たーみたいな感じでね、奇跡の復活みたいな感じで来るのかなとかね、思いながら、私もね、ニコニコしながら見ているわけでございますけれども、やっぱり下がってこれ、私はね、なんて言うんですかね、そっち系のね、こう、確かにこう下げてきた時には確かにこう嫌ですけれども、そこに対してね、なんかこう、皆様の不安を煽るような動画を作る意味があるのかなとは、私自身思ってますし、前から言ってますけど、もう下落はチャンスです。もう下落はチャンスという形でね、やっぱり私自身は捉えておりますから、逆に来たーみたいな、もう逆に来たービッグチャンスみたいな感じで、もうサムネそっちで作ってやろうかなと、もう皆様とね、逆行するレベルでいこうかなというふうに思ってますね。さすがにこれ前も言いましたけれどもね、わかりますよね、ビットコインがもうね、例えば、10ドルとか、つけたらさすがにジャーンとかそこまで言えませんけれども、はい、今からね10ドルぐらいまで落ちてくる、その時に来たーとか、そんなねもうガッツポーズしてるバカ多分いないと思うんで、もうおそらくそこまで下げてきたらもうガチめにほぼ終了だと思います。さすがにそれは私もわかります。だって今ビットコインが5万4000ドルぐらいでしょ、でこれが10ドルぐらいまで、つまり1万あたり1000円ぐらいまで落ちてきて、来たーガッツポーズ
とかはさすがに言えないです。私もね、そこまで下落してくると。うん、ですから、まあ今はね、そんな状態には陥ってないんだよ。だって、それ普通に冷静に考えたらこいつアホすぎるわって思いますよね。もう多分ね、アホの極みだと思いますよ。うん、こんなビッグチャンス二度とないって、もう10ドルやないかいみたいにね、多分なってると思うんでございますけども、まあそこまでのね、落ちはもうさすがにないんじゃないかなというふうに思っておりますよ。私、1枚当たり10ドルって言ったらね、もうほぼ仮想通貨業界がほぼ終了状態になってると思いますので、まあその時にね、私、仮想通貨業界の配信をするものとして、その時に一人だけわちゃーってやってたら多分ね、めちゃくちゃ白い目で見られるのは明らかにわかりますので、さすがに私もそこは空気を読みます。空気を読みますけれども、まあ今ぐらいのね、下落であれば調整レベルなんじゃないかなって普通にね、感じるところでございますよ。はい。よろしくお願いいたします。まあね、本当にサムネをいろいろな方のを見ているとね、うん。まあ多いですよね。大暴落という形で言っている方が多いかな、多いんじゃないかなって思いますけど、まああれはあれでね、まあ注意喚起と言いましょうか、うん、そういった形でね、やっぱりこう配信をしていかないといけないなというふうに思っている方が多いと思いますかね。まあそういったふうに作っているんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ完全にね、ビットマン TV はもう全く方向性が違うと、ドットオークションをぶち込んでくるというね、もうわけのわからない状況になっておるわけでございますけども、まあ今後もそういった流れでいきます。はい。そしてやっぱりね、こういった時は気分を変えて、やっぱりこれを見ていきましょう。宝くじです。よろしくお願いします。こういう時にお前はそういうものを押すんじゃねえと、いや。押しますよ。押します。いやいや、押ささしてください。こういう時だからこそでございます。よろしくお願いします。今、何名様になったのか見ていきましょうよ。よろしくお願いいたします。やっぱりこういう時は、皆さんで宝くじでも購入しましょう。よろしくお願い。行きましょう、行きましょう。はい。来ました、皆様。126名様が、なんと参加をしていただいております。年末ジャンボ宝くじマン TV ということで、ここは真面目に、もう仮想通貨業界がね、今ぐーっと落ちてきておりますので、もう生還がてらですよ。生還がてら。やっぱりここね、共同購入を一緒にしていただければ、ね、ありがたき幸せでございます。だいたいお一人様あたり10枚ぐらいの購入になっているのかなという感じがねいたしておりますし、やっぱりこれ何遍も言いますよ。11月30日はい、ですから来週の火曜日ですね、火曜日、うん、そして12月の3日、12月の4日、そして12月の22日、これがこの4日間がねもう激アツデーです。わかりますよね、激アツデーって。もうこの時に購入したら、つまりもうね、当たる方向性で行くということです。おそらくですけれども、よろしくお願いいたしますよ。ですから、おそらくですか、いいですか、皆さんの自宅ね、ご自宅の近くに宝くじ売り場あると思うんでございますけれども、おそらくです、いいですか、大行列です。大行列、わざわざこんな寒い時に大行列の中に並ぶ必要性ありますかってことです。私ビットマン TV はボタンワンプッシュで大行列を回避できますので、ここはよろしくお願いいたします。お前うまい具合に言ってるけどなみたいなね、ただ一緒に買ってほしいだけだろ、そういうことでございますのでね、ぜひともぜひともですね、よろしくお願いいたします。はい。やっぱり1万枚以上行きたいというふうに思ってるんです。これガチです。残り27日ありますから、今参加人数様が126名様で、ハロウィン宝くじ、前のハロウィン宝くじは、あの時も結構1000何百枚、2000枚は行ってなかったですよね。それぐらいの枚数行きましたので、もう今回はもう本当に欲張っていいですか、マジで1万枚ぐらい本当に行きたいなというふうに思ってますから、期待しております。先ほど言った4日間爆上げ期待しとる。いや、仮想通貨業界は、もうね、爆上げしてほしいんでございますけれども、この宝くじマン TV もね、爆上げを期待しておりますので、ぜひともです、先ほど言いました30日、11月ですよ、それ、12月3日、それ12月4日、そして12月の22日、この4日間の激アツデーの爆上げ、ビットマン TV 期待しまくっておりますので、ぜひともでございます。ぜひともよろしくお願いいたします。一緒に購入をしてください。よろしくお願い、当てに行きましょう。お願いいたします。はい。それでは、今日のご案内になりました。で、行きましょう、行きましょう。今日の内容なんでございますけれども、重要ニュースがお二つですねございます。そしてチャート分析がビットコイン、そしてイーサリアムですね。で、リスク見ていきましょう、リスク、うん、そして、同時コインですね、同時コイン、そしてチリーズを見ていきたいと思います。そしてクアントですね、クアント、で、アクシーインフィニティ、そして最後締めくるのはテンセット、テンセットでございます。皆様、テンセットを最後に持ってくるビットマン TV、 ぜひとも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 楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッカー、お願いいたします。お願いいたします。まあ、テンセットね、久々扱いますよね。で、今ね、もうね、安値をね、もう更新しそうな感じになってるので、まあ、ある意味ね、一つ、うん、基準値として、現物購入の基準値として、組んでいってもいいんじゃないかな、という感じがね、いたしておりますよ。1ドルぐらいを、うようよしているということなんで、まあ、最後に見ていきましょうかね。よろしくお願いいたします。で、先ほどツイッターにもね、あげました。うん、一番上に載っておりますけれども、まあ、大体言うことは概要としては一緒なので、ちょっとごめんなさいね、上に行きますけれども、あ、ツイッターの方もね、もう4800名様、を超えまして、4821名様にね、フォローをしていただいているような状況で、上の方にね、こちら
右側のメダル、これ1万名様をね、超えましたから、大きいメダルで1っていうやつをね、に変えましたので、また1000名様ずつね、増えていくたんびに、トロフィーでしたか、ちっちゃいメダルを追加していこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、この上の方にね、ここ、グフフフフと、はい、いう形で、24分前に、ツイートをさせていただきましたけれども、一応ね、私もね、気づいた時には、いろいろな通貨をやっぱり見ておりますから、気づいた時にはね、こういった形でたまにこうね、ツイートしますので、もしよろしければ、フォローをね、していただければ、何かしらのチャンス通貨にぶち当たる可能性がありますので、ここはね、よろしく、お金がね、かかるものであれば、やっぱりこう、なかなかね、あれでございますよ、なんか払うのもなーっていうふうに思う方もいるかもしれませんけれども、一応ほら、ツイッターですから、別にこう、情報としては、無料でございますのでね、もし、余裕がある方であれば、フォローをね、していただければ嬉しい限りでございますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。はい、そして行きましょう。はい、今日の重要ニュース行きましょう。エルサルバドル関係がね、2つございますので、そこをグリグリと見ていきましょうよ。よろしくお願いいたします。行きまーす。ブチ。行きましょう。エルサルバドル政府、はい、ビットコインを再び押し目買いということで、ニュースに上がってきておりました。いきますよ。エルサルバドル政府は26日、暗号資産ビットコインの押し目買いを発表と。で、新たに 100BTC を購入したということでございますね。でいきますよ。同国のブケレ大統領は SNS で、政府はただいまディップ買いを実施し、はい、割引価格で 100BTC のビットコインを購入したと説明をしたということですね。で、今回はエルサルバドル政府の5回目のビットコイン買い増しとなり、同国のね、ビットコイン保有総額は合計で 1220BTC になったということでございますね。で、これまでの購入履歴は以下の通り、最初の購入は同国でのビットコイン法施行に、合わせて、実行されていたということでございますね。まあ、200、200、150、150、420と100ということでね、こういうふうに買い増しをしていますよということですね。で、ビットコイン相場は26日午後に急落し、アメリカドル建てで一時5万3000ドル台と6週間ぶりの安値をね、更新と。で、背景には、まあ、ここですよね、南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異ウイルスが検出された報道がありまして、感染の急増が、まあ、嫌気を刺されましてでもいいんでしょうかね。東証株価指数の全33業種が下落する場面があったということですね。で、一方、アメリカの市場はね、26日に感謝祭の祝日があり、株式市場は休場だったということでございますね。ですから、まあ、東京株価指数もね、全33業種下落する場面もあったということなんで、まあ、なんていうんですかね、仮想通貨業界だけが、下がってきたってわけじゃなかったので、私は別にそこら辺は、だから気にしてなかったということ。例えばこれが仮想通貨業界だけが何かしらの問題を抱えてチュドーンって言ったらちょっと嫌だったでございましょうけれども、もう全体的にね、この新型コロナウイルスの、まあ、新しい変異株の話で下げてきたということなので、だからこう分かりますよね。ビットコインだけが下がってきたわけじゃない、アルトコインだけが下がってきたわけじゃないということがありましたので、まあそこまで心配はしてなかったよというのが、まあ私の率直なね、ぶっちゃけた話、意見でございます。ですから、まあある程度、そこまでね、もう心臓ドキドキしながら見ていたとかそういうわけでもないなという感じで、行きましょう。エルサルバドル政府は先週ブロック開発企業の、ブロックストリーム社らと提携して10億ドル分のビットコイン債券を発行する方針を表明し、調達した資金で仮想通貨推進特区ビットコインシティをね、新たに設立する構想を明らかにしていたということですね。で、この流れの中で、このビットコインのね、シティ、ビットコインシティ、ここに関するニュース、ちょっとこう軽めに同じニュースです。ですから、エルサルバドルとね、もうこのね、ビットコインシティって、もう出てくるとね、ちょっとね、ドキドキします。なんでかわかりますよね。これもう3回目に言いますけれども、ノアシティです。ここでお前ぶち込んでくんじゃねえよ、ノアシティってね。私やっぱりね、4年ぐらい前からいますので、仮想通貨業界に。ですから、このね、ノアコインの、ノアシティっていうものに関しては、まあちょっとね、もうインパクトがでかすぎてね。まあこのノアコインっていうのがあるんですよ。今もう新ノアコインみたいになってるんですが、もし気になる方は、ちょっとノアコインで調べてみたら、話の経緯が多分わかると思いますので、ちょっとこれね、まあ興味がある方ちょっと見てみてくださいということでございますね。まあフィリピンの方でノアシティというものを作ろうっていうね計画が上がっていたんですけど、初めはね、こうなんか政府公認だとか、ちょっとこうフィリピンの方の大手の航空会社もバックアップについてるみたいな感じで運営側が言ってたんですけど、もう完全に国が否定してきたとねいうこと、もうね、不運の計画がね、実はこうね、遂行していた時期があったんですよということで、まあこれどうなるかわかりませんけれどもね、まあノアコイン、ちょっと嫌な記憶でね、刻まれている方ももしかしたらいるかもしれませんけれども、まあそういったものもあったんですよっていうので、ちょっとこのビットコインシティという文字を見た時にちょっとそれを思い出してしまいました。行きましょう。ビットコインを法定通貨とし、ビットコインシティの建設計画を発表したことでと。エルサルバドルはビットコインのね、マインストリーム化において他国に先駆けており、はい、アメリカをはじめとする国々にとってね、脅威となっているようだと。
エルサルバドルのミレナ・マヨルガ駐在大使はね、ごめんなさい、駐米大使は語ったということですね。で、多くの国が我々を注視していると。いきましょう。マヨルガ大使は24日、コインデスク TV のインタビューで、アメリカをはじめとする国々は懸念し、恐れていると。で、なぜなら、多くの国がね、我々を注視し、我々のリーダーシップに従うだろうから、というふうに述べたということですね。で、9月に、いいですか、エルサルバドルは、ビットコインを法定通貨に認め、世界中の通貨当局に衝撃を与えたと。そして加えてビットコインをね、経済の中心に置こうとする野心的な様々な計画はアメリカの世界的影響力が弱まっていることを前提としているということですね。で、行きましょう。ワシントン DC は、ドルのパワーが失われていることを懸念しており、我々もその懸念は理解ができると。だがエルサルバドルは異なるレベルに進みたいと考えており、前進しなければならないということでね、このマヨルガ大使は言っておりますよ。で、エルサルバドルは自国通貨コロンが破綻した後、2001年にアメリカドルをね、法定通貨として採用したということでございますね。で、上から下行きましょうか。異なるレベルに進むと。エルサルバドルの取り組みに対する懸念は広がっている。国際通貨基金 IMF は23日、国内でのビットコイン使用への規制、まあなんか注意喚起みたいなことしたんでしょ。規制監督を強化するようエルサルバドルに求め、ビットコインに伴う重大なリスクを指摘したということですね。で、エルサルバドルは来年もね、注目を集めるだろうと。で、最近発表したビットコインシティでは、これでもいいですよね。所得税、固定資産税、キャピタルゲイン税などを廃止し、ビットコイン富裕層のメッカとするほか、ブロックストリームと提携してビットコイン債を発行し、10億ドルの資金の調達をね、計画をしていますと。で、エルサルバドルに続いてビットコインをね、法定通貨とする国はまだないが、多くの国がデジタル通貨について真剣に検討を始めていると。で、例えば、隣の国のホンジュラスとグアテマラは、いいですか、中央銀行デジタル通貨の研究を進めていますよということですね。で、これまでのところバイデン政権はエルサルバドルの取り組みについてコメントしていないということですね。で、両国は会話すべきだが、我々は独立国であり、アメリカは我々の動きを受け入れて、我々がね、異なるレベルに進もうとしていることを理解しなければならないというふうにこのマヨルガ大使は述べたということで、このね、ビットコインシティというものが、実現するのかどうかというのが当然あるわけでございますけれども、でもね、法定通貨化いたしましたので、まだ先ほど言いましたノアシティの計画よりはね、よりかは、まだ現実的なんじゃないかなというふうに思いますし、まあ急急にね、まあ作り上げるというのは難しいでございますけれども、まあちょっとずつね、もしかしたらこう計画を遂行してきて、このビットコインを中心とした都市がね、作られていく可能性はありますし、その間に他の国でももしかしたら法定通貨化ね、されていくような流れになるかもしれませんから、やっぱりこう注目にね、値する国に今ねなっているというふうに私は感じております。エルサルバドルに関してはね、やっぱりこう、ビットコインを買い増ししてくれる国でもありますからね、ここは嬉しきかな幸せということでよろしくお願いいたします。はい、まあもう一度ね、法定通貨化いたしましたので、これをもういきなり廃止すると、そういったことはね、やっぱりなかなかできないんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね、まあいろんな視点をね、持ちながら見ていきましょうということでお願いいたします。はい、それではね、本日の重要ニュースは以上となります。そしていきましょう。本日のじゃーん、トムゼーン、パパプーパパプーパパプーパワー、お願いいたします、お願いいたします。まずはお一つ目見ていきましょう。こちらいきます。はい、ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、54,300ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、日本円で言うと610万円ぐらいですかね、を推移していると。で、まあね、日足レベルでのマックD線依然として右下がりでございますし、ちょっとこうね、月の後半にも差し掛かってますから、まあ月足もちょっと軽めに見ていきたいわけでございますけれども、もう月足もね、まあ陰線をつけて、まあどういう風な形になるのか、なるべくならね、月の11月の終わりにかけて、この陰線の実体部分、実践部分をね、なるべく少ない状態で、終了してきてほしいなというふうには思っておりますけれども、まあ当然希望としたらね、ここすべてオールクリアして陽線終了でね、行ってほしいんですけど、あと何日間ですか、今日含めると土日月か、あと4日間まあありますからね、どういった形で仕上がってくるのか、実際問題はまだ実際分かりませんからね、どういった形なのか、まあこの状態で終わって来月どういうふうな形でつながっていくのかっていうのは、やっぱり気になるところでございますけれども、やっぱりね、ここの記憶がね、あるのでね、ここです、ここ。このレベルがあるので、やっぱり陽線でずーっと続いていてからのコマーシーつけて、次の月にチュドーンって落とされてますから、やっぱりこう、なるべくならコマーシーよりもね、
やっぱりこう当然要戦終了で終わっていくのがね理想形でございますから、まあ欲を言うならやっぱりここですよ。うん、ちょっと高くなりますけども61,000ドル以上での値打ち確定をして来月にね、こう向かっていきたいなというふうに思いますけども、まああと4日間でどういった形になるのか、4日間で、7000ドルぐらいの上昇をしていけるかどうか、まあここはね注目に値するわけでございましょうけれども、うん、まあ月足のマックD線はね、右上がりで依然いい形でございます。週足も週足がねゴールデン、デッドクロスをねちょっと起こしかけているので嫌な感じなんでございますけれども、週足を見ればよりよくわかると思いますけども OK ですか。こういった風にわかりますよね、サポートラインがぐーっと効いてねずんずん上に上がってはきておりますので、一応ね下げの想定としたら昨日言いましたけれども5万、今となってはいかがですか、5万どれぐらいですかね、5万500ドルとか、うん、まあ5万ドルですよね、ほぼほぼ、うん、そこまでの落ちはねちょっとある程度想定をしておかないといけないのかなという感じはいたします。ですからさっきも言いましたね、5万ドルを割れ込んでしまうとちょっとこのねトレンドのサポートラインを割れ込むような形になりますので嫌な空気がね流れてくる可能性がありますよと。ただしそこを割れ込んでも週足レベルのね、雲、強気雲の上をまだ推移しておりますから、やっぱサポートとしては4万5000ドルっていうところが効いてくるでしょうからね当然、うん、ここでのサポートは期待したいんですけど、5000ドル幅のまたさらにね下落がありますから、うん、ちょっとそこはね、またまた仮想通貨業界がまたこうね大暴落みたいな形で、まあいろんなニュースがね流れてくるのかなと思いますけれども、ちょっとそこはね、まあ5万ドルというラインはとにかく直近で言うと守ってほしいラインでございます。割れ込むと4万5000っていうのがちょっと4万5000ドルっていうのがちょっと見えてくるような形になりますからね、そこがちょっと嫌なところかなっていう感じで、そうですね、日足レベルで見ていったとしても今ねとにかく5万、3000ドルという雲の形でなんとか粘っておりますから、まあこの場所と同じように雲の形で支えられでグッと上に上がってきたのと同じように、うん、ことをねちょっと進めてほしいかなとも思います。ですから雲の形でなんとか支えられてグッと上にね持ち上がっていってほしい。で相場感がまあどうでしょうかね、一旦の上昇がねやっぱり見ていけるのはこの高値を結んだラインありますよね、この右下がりの黒いライン、これを、うん、やっぱり抜けていかないとなかなかね、うん、相場感がいい様相に取り戻されてきたっていうのがなかなか言えないでしょうから、そういった意味で言うとちょっとこうね今まあ落ち着きを取り戻して出来高も4時間足レベルなんですけどグッと増えてきて、うん、ちょっとこうねまあ買いを入れる方もちらほらいるんじゃないかなという感じがしておりますし、うん、ちょっとこうね、うん、弱気雲が4時間足レベルでいくと、この高値を結んだラインとちょうどここをかぶっている状態になってますので、弱気雲の、ね、中に突入してきたらある程度ね相場感が変わるんじゃないかなと思いますけども、その次の壁が6万1000ドルっていうのがありますから、この6万1000ドルを超えていけばさっき見た月足レベルでの実践部分が陽線をねつけて終了してくれるんじゃないかなというふうに思いますので、そこまでの上げはね期待したいんですけども、なかなか時間が残されていないということでね、ここがどうなっていくのかであとはね、どうですか、今からだから上がってきてもね、この雲の状態、まあ、5万8000ドルぐらいでこう押されて落とされてみたいな感じでディセンディングトライアングルを作ったりねするシナリオ、まあそういったものもね想定できるんじゃないかなというふうに思いますし、まあちょっとこう今はね、もうドキドキするような取引をするのが嫌だという方はやっぱり当然ですけど堅相場がいいかなと。で逆に落ちてきた時の5万3000ドルでの反発狙い、もしくは5万ドルまで落ちてきた時の反発狙いでの短期並びに FX のロングインはまあありなんじゃないかなというふうに思いますけども、もし割れ込んだりしてしまった場合はやっぱり即逃げ、5万3000ドルをうん、やっぱり割れ込む、今これでいくと52,859ドル、このラインを割れ込んでしまうと、まあ、5万3000ドルですかね、ちょっと大幅下落をね起こしてくる可能性がありますので、損切りをしていくのがベスト。特に5万ドルでね反発狙いで短期並びに FX 入る方はもう割れ込んだらもう戻ってこようがやっぱり即損切りを危険なのでね、察知しておいた方がいいんじゃないかなということで即損切りをしていくのがベストかなというふうに思っておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。であともう一つは上に原曲上がってきた時のね、戻りでのショートイン、ここは5万8000ドル付近でのショートインはまあありなんじゃないかなというふうに思っております。ですけれどももしこれ上にブレイクしてきた暁にはやっぱりねそれはそれでショートの損切りもしていかないといけなくなってしまうので、まあどっちかでございましょう、はい、上か下かというふうに認識しておいていいので、今はその中間地点ですからちょっとどっちつかずということがあるので、もうねあの短期並びに FX で勝負をかける方は静観フェーズに入っておいてもいいんじゃないかなという感じがねいたしておりますので、ここはよろしくお願いいたします。はい、で、直近の高値だから5万9000ドルぐらい抜けていけば直近の、まあ、高値を結んだラインですね、ごめんなさい、高値を結んだラインを上にブレイクしてきますので、ある程度相場感がね良くなってくるんじゃないかなという感じがいたしております。はい、次行きましょう。次はこちら、まあね調子よくなってきてほしい、うん、年末もうねあと 1ヶ月、12月はまあ大体毎年ね上昇相場が、ありますけれども、あ
のね、11月、今月ですよ、11月って下落するときはね、結構な大幅下落をしてるんですよ。うん、下落するときは結構な大幅下落をする年でも、あのその下落しているときっていうのは、過去7年か8年ぐらいで2回しかないんですよね。ですから普通であれば毎年11月って結構強気相場で、12月も強気で、だいたいグリーンで終わることが多いんですけど、逆に赤で終わるときは大幅下落を起こしてることが多いので、だからそこのラインに乗っかってるのかなっていう感じ。今OK ですか？うん、市場最高値からね、結構な下落を起こしてますからね、OK でしょうかね。で、12月にどういう風な形になっていくのか。まあ、12月も、だいたい毎年ね、あの、強気相場が、あるということで、だいたいそれが多いということで、やっぱりここに対する期待感をね、持っていきたいところ。うん、ですから、最後の最後の売り仕掛けっていうのが11月中にあるかもしれませんので、5万ドルぐらいまでのね、下落はちょっと想定をしておいた方がね、いいかもなーっていうのは思っております。はい、次行きましょう。次はイーサリアムでございます。行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が、はい、4100ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、冷やしレベルで見ていきましょうかね、これはね。冷やしレベルで見ていくと、うん、強気雲のね、中にもうちょっと突入をしてきてしまいましたので、やっぱこの値打ちで確定しちゃったので、今日ね、強気雲の中スタートになってますから、ちょっとこれはね、まあビットコインの要素もあるでしょう。これもう相関性が出てるので、そうなんですよ。もうビットコインをメインに見ていくのがいいんじゃないかなとある意味思います。うん、ですから、単体で見ていくと、今もう雲中突入してきて、こっからスタートしてますから、ずるずると下にね、落ちてくる可能性がやっぱ高いです。マックD線も右下がりでゼロラインを下に抜けようとしてますから、これはどう考えたって、冷やしレベルで言うとね、弱気で、下をついてくるんじゃないかなと。で、ドルベースでいくと、今ちょっと上がってきましたかね。3700ドル。うん、3700ドル付近をずっとこうね、雲の形ですよね。狙って、めがけて落ちてくるんじゃないかなというふうに感じますけれども、さっきも言いましたように、ビットコインとのやっぱりね、相関性が出てきてますから、ビットコインが上がれば多分上がると思うんですよね。だから、それがちょっと難しいところですよね。うん、それは思っております。で、あとはここね、三角持ち合いもう成立してしまう。ここは残しておきましょうか。うん、三角持ち合い上にね、ブレイクして、グリッと上がっていったんですけど、全戻しでも押し戻されて落ちてきた。で、ビットコインのね、要素も相重なりまして落ちてきたということで、三角持ち合いの肩値も下に割れ込んでしまったので、今上に戻ろうにもなかなか戻れないんですよね。いわゆる裏タッチで押し戻されている。そしてここ4時間足レベルの弱気雲が上に覆いかぶさっているので、ここも上値を重くしている原因の一つで、日足レベルでも雲中突入しているので、ちょっとこれはやっぱり下目線濃厚なんじゃないかなというふうに思いますから、3700ドルぐらいまでの下落はね、一応注意、想定をしておいてくださいということでよろしくお願いしますよ。で、逆に言うとイーサリアムに関しては、うん、上で張り付いてますから、上でちょっと張り付いてますので、もうちょっと上がってきたぐらいから、うん、ですから4170ドルぐらいでの4170ドルぐらいでの、ショートインはね、まあありなんじゃないかなという感じで、上にブレイクしてきたら逆にね、損切りをかましていくぐらいの勢いで見ておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、うん、上にこうね、戻ってきたら、ちょっとまたこうね、力強さが出てくる可能性がありますので、で、あとはこのラインちょっとこうね、伸ばしていきましょう。はい、ここ伸ばしていきますけども、このラインが今ね、伸ばしたラインっていうのはいいですか、直近、まあ結構ね短い時間なんですけども、直近での、レジサポ転換線になってます。はい、もともとレジスタンスとして聞いてました。で、それがサポートに転換してね、ずーっと推移しておったんですよ。サポートとして転換をしておりましたけれども、そのラインを割れ込んでしまったんですよね。で、そのラインもクリアしてくればある程度相場感がちょっと良くなってくるんじゃないかなと思いますので、ここに上上がってきた時の戻りでの、いわゆるね、裏タッチ、つまりまあここで見ると4230ドルだから、4170と上に上がってきた時の4230ドルぐらいでショートインをして、もしここを上にブレイクしてきたら、あちら、損切りをしていくのがいいのかなと。ショートインをする方であればね、そういう風に見ておくのがベストでしょうということでよろしくお願いします。でも先ほども言いましたように、ビットコインのね、要素があるので、うん、例えばここね、イーサリアムだけずっとグッとが力強く戻ってきて、4170と4230ドルぐらいをイーサリアムでつけてき、イーサリアムだけつけてきて、そこでビットコインを見て、上がってきてねえぞと。で、落ちそうだぞみたいな感じで雰囲気捉えられるんであれば、ショートインのチャンスですよね。うん。ショートインのチャンスかなと思います。でも、上がってきた時にビットコインも一緒に上がってきているんであれば、それはちょっと上をね、ブレイクしそうなので、ちょっとね、怖いところもありますから、まあそこはね、インする場合は、うん、ポジションを取るときはね、ちょっとビットコインの兼ね合いも見ながら、ビットコインの様子を見ながら、話を進めていった方が、短期並びに FX 勢はいいんじゃないかなというふうに思いますので、これはイーサリアムだけじゃなくて、他の通貨も一緒でございますので、ここはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。まあ、とにかく、今は、うん、4時間の雲が上を邪魔している。そして、日足の雲の中に突入してきているということで、ちょっと弱含みな展開になりそうだよというのは意識をお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちらを見ていきましょう。行きます。行っちゃいます。皆様の、皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。やっ
お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。リスクなんでございますけれども、ただいまの価格がいいでございましょうか。$3.67付近をね推移しております。でこの通貨に関しては三角持ち合いをね上にブレイクしていったんですよ。三角持ち合いを上にブレイクしていって、やっぱり力強さがね出ていった、出てきた。ですからそれぐらいやっぱりね三角持ち合いっていうのは威力がありますし、やっぱり意識していた方が多かったんだなっていうのが今回のこの陽線、まあ大陽線ですよね。ここで分かったかなというふうに思います。ですけども、それをねビットコインの下落相重なりまして、大幅下落を起こしても全戻しをする勢いで戻ってきちゃいました。初めのスタートの位置にね。ですけど、いいですか、三角持ち合いの上でなんとか今推移をしておりますので、当然ビットコインの調子が、悪くならなければですよ、うん、ここからぐっとねもう一段上がってくる可能性もありますから、ちょっとリスクに関してはもうちょっと落ちてきてからでもいいかな。$3.5付近での反発狙いのロングインはありっちゃありですよっていうのをお伝えをさせてください。 OK でございますか。うん、三角持ち合いはねこのねもともと上を押さえ抑えられていた高値を結んだライン上での、まあ、いわゆる押し目買いチャンスという形になりますけれども、そこでのロングインは推奨ですよというのは押さえておきましょう。で、どこまで上がってくるかって話なんですけど、あんまりあと一つごめんなさい、マックリー線がこれね日足レベルで右上がりになっているので、これは様相としては日足レベルの様相としたらいい形になっておりますよ。で、あとは、4時間足レベルなんですけど、$3.8っていうラインが、まあ、そこまで意識はされていなかったんじゃないかなという雰囲気も感じますので、上がってくるんであれば一つ利確ポイントとしたら$4.2というこのね一旦のこの三角持ち合う上にブレイクした時の実践部分での、高値$4.2付近を半利確ぐらいで捉えておいてもいいんじゃないかなという感じがいたしますのでね、今からちょっとこうもうちょっと$3.5付近まで落ちてくれば、差し値のチャンス、ロングインのチャンスですけど、落ちてきた時にロングインをして上をグッとね狙っていく、もし割れ込んでしまったら即損切りをねしていくのがベストなんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。で現物に関してはね、やっぱりリスク、ちょっとごめんなさい、全体図を見ていきましょうか。うん、全体図を見ていくと、うん、まあ今ね長期的なサポートライン上をやっぱりしっかりと推移はしておりますので、ずっと推移はしておりますので、まあそういった意味合いでいくとね、まあ落ちてきた時の最終的な押し目買いっていうのは$1.5ぐらいです。ですから今から半分ぐらいぐらいと落ちてくる時に、まあ、週足レベルでのサポートライン上での押し目買いチャンスが来るんですけれども、まあちょっとね史上最高値が結構高かったと思いますよ。そう、$50、いや違いますね、それ以上ですね、$100ぐらいつけてきた時もあったので、でそこからね下落してきて反発での$40ぐらいつけてますから、それを考えるとね、まだまだこれね、もうわかりますよね、もうほぼほぼ水平ラインで、もううーん、なんかわかりますよね、こう長期的に見ると、うん、史上最高値までの距離が結構あるので、まあもし何かしらで注目をされていけばね、ガチ目にグンと跳ね上がってくる可能性もゼロではないので、そういった意味も含めてちょっと宝くじコイン的な要素もね、まあちょっと持ち合わせているアルトの一つかなという、ちょっとまあまあメジャーアルトでございましょうか、アルトの一つなんじゃないかなというふうに思いますので、そこはね意識をしておいてください。よろしくお願いします。で出来高に関してはここ、うん、史上最高値をつけた付近よりもね当然今の方が多いので、ここに関しては様相としてはいいですよというのは意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、まあ高値を結んだラインをね、まあ、三角持ち合い上にブレイクして今そこまで落ちてきたので、反発狙いでのロングインはもう少し$3.5付近ではチャンスかなというふうに思いますので、気になる方は差し値をね置いておくのがベストということで、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次は同時コインを見ていきましょうかね。同時コイン行きまーす。はーい、同時コインなんでございますけれども、ただいまの価格が、はい、$0.2付近をね推移しているような形になっております。でこの通貨に関しても週足レベルで見ていただきたいんですけど、週足レベルで一旦ね、ここわかりますよね、グッと上がってきてからの頭を押さえつけられたライン、ここをぐーっとね伸ばしていくんで、そのね、大幅上昇した後の落ちてきた時の反発ポイントです。はい、このヒゲを加味したところをずーっと結んでいくと、それがずっと効いてるんですよね今。わかりますよね、この後から、この後からサポートサポートでずっと効いてますから。で今のここ見てください、週足レベルですけど、ここも下ヒゲポーンって残してサポートとしてちゃんと効いてますから、やっぱりこの週足レベルのここドルベースで、今のドルベースでいくと、やっぱり今の値ですね、 $0.2 付近っていうのは、うん、ある程度買い意欲がね強い場所、そしてその黄色のラインですよね、その下ので $0.1858 っていうのが、やっぱりある程度かなり意識されているラインなんじゃないかなというふうに思いますし、ちょっとほぼほぼね値値も近いので、今言った上昇のトレンドラインと黄色いラインがね値値も近いので、ある程度買いが入って、まあ、戻しがね行われたところなんじゃないかなという感じがいたしております。でこの通貨、うん、どうなっていくのかって感じですけど、今週足レベルで見ていくと、もうねわかりますよね、これレンジ相場を作っているような感じになってますから、今そのレンジ相場の下端値付近にいるっていう見方もできますし、あとは、まあ、日足4時間あたりで見ていったらわかる通り、これね下降ウェッジを作ってるんですよ、うん、ウェッジを作っているような状況になってますから、基本的にウェッジは、逆です。下降ウェッジだったら上にブレイクする可能性があるよと、そして上昇ウェッジだったら
下に割れ込んでいく可能性があるよということなんで、まあ、今ねなんとか耐え切ってるので、ここでグッと上をね目指してくれれば下降ウェッジを上にブレイクするような形になるでしょうからね。そうなれば、あちら、短期に並びに FX 勢の方もロングインのチャンスになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはねよく見ておきましょう。はい。で抜けてきたとしてもね、ちょっと青いラインが邪魔になるので、青いラインを越えていってから、この日足レベルの中期の移動平均線でちょっと押されて、そこを作ってポーンとした跳ね上げがねある可能性がありますので、まあ待てる方であれば、下降ウェッジを上にブレイクして 0.23 ドル以上つけてきてからのロングインが推奨かなというふうに思います。 0.23 ドル以上での、ロングインが推奨かなと思いますので、ここはね、その値打ちを 0.23 ドル以上をつけてくれば、あのちょっとこうありかなという感じになりますので、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい。まあそれぐらいでしょうかね。で広い目線で見るとちょっとレンジがね、もしかしたらこう意識されるかもしれませんから、そうなると0.35までぐっと力強くね上がってくる可能性も本当に多いのありますので、ここは期待したいところでございましょう。はい、次いきます。 0.23 ドルぐらいでのロングインのチャンス、もしくは下降ウェッジを上にブレイクしてきてからすぐね入っていくのでもいいんじゃないかなというふうに思いますけども、その時はね、やっぱり欲張らずにちゃんと逆に 0.23 ドルで半利確ぐらいしていってもいいんじゃないかなというふうに思いますのでね、ここはよろしくお願いいたします。はい、次いきます。次はこちら行きましょう。行っちゃいましょう。チリーズなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.45 ドル付近を推移しているような形になっております。でこの通貨に関してはいいですか。まあこの青いねラインをきちんとブレイクいたしまして、なんとか底固めをね今行っているような状況、まあちょっと似てますよね、これ同型パターンですよね。似てます、わかります。もう ものすごく似ているのわかると思いますけども、同型パターンで、そのセオリーでいくなら下に割れ込んでしまうような形だから、めっちゃくちゃ似てるのわかりますか。ここね、ぐーっと上げてきて、落ちてきて、上げてきて、落ちてきて、上げてきて、ぐーっと上げてきて、落ちてきて、上げてきて、落ちてきて。で、高値をずーっと切り下げていってますから、全く同じですね。OK ですか？ですから、この同じシナリオの流れでいくと、次の下落で割れ込んで落ちてくる可能性があるんですけど、同型パターンを意識している方が多いんであれば。OK ですか？それはまず一つ、同型パターンができているよっていうのは、シリーズに関しては意識をしておきましょう。ただ、ここがね、セオリー通りに、まあ、同型パターンが意識されないんであれば、当然ですけど、ディセンディングトライアングルができてます。はい。ディセンディングトライアングルを意識している方が多いんじゃないかなと思いますので、じゃあ、同型パターンができてくるんであれば下に割れ込んでしまいますよね。ってなると、そこを否定してくるんであれば、高値を結んだラインを上にブレイクしてくる。だって前回は高値を結んだラインを上にブレイクしてこなかったんですよね。ですから様相が違う雰囲気で行くんであれば、高値を結んだラインを上にブレイクしてくれば、前回とは違ったよねという形で買いが買いを呼んでまたグッと上がってくる可能性がありますので、ここはチリーズね単体でももしかしたら上がってくる通貨の可能性がありますから、よくチェックをしておきましょう。ですから、もしトレーディングビューを持っている方がいるんであれば、ちょっと線を引いてみて、今の値打ちであれば、今だったら、0.53 ドル付近をつけてくればロングインのチャンスで上をグッと狙っていくっていう感じでね見ていけるでしょうから、よろしくお願いします。もし割れ込んでしまったら、ちょっとここね実践部分でも考えたら三尊を作っているような感じにもなりますので、ちょうど青いラインがネックラインですよ。ほぼほぼ割れ込んだらズル落ちしてきますから、ここは注意をねしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次いきます。ディセトラですよね。あと同型パターンが出現しているよっていうのは意識をお願いいたします。で次はクワント見ていきましょうか。クワント、QNT を見ていきたいと思いますけども、クワントいました、こちら。はい、いきます。はい、クワントなんでございますけれども、ただいまの価格が214ドル付近を推移しているような形になっております。 OK ですか？でこの通貨に関してはクワントね、 QNTはい、ずる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 落ちてきてますけど、これは私がね取り上げた、あちらビットマン TV 厳選の、期待の新通貨のところで入れましたよね。おそらくボリューム2だったかな、多分入れていると思いますので、どういった通貨か知りたい方はクワント検索してみてください。よろしくお願い。あのね、ドバイと関わりがある通貨かな、だったと思います、ドバイ。ですからこのクワント、私が一番初めに紹介したのは60ドルから70ドルぐらいの時だったので、今となってもう3倍ぐらいね取れているんじゃないかなというふうに思いますけども、また今ずる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 だら下げをしております。で、やっぱりね、こう200日の移動平均線、長期の移動平均線、日足レベルのこれがぐーっともう赤いね、第3防衛ラインと被ってますから、下まで落ちてくるんであれば180ドルぐらいでの分割エントリーは、まあ、ありっちゃありでございますのでね、ここは意識をしておいてください。でもしこの180ドル付近を割れ込んでしまうと、やっぱりずるっとね、大幅、まあ、ある程度の大幅下落ですから、ここで支えられているので、その加担値ぐらい分かりますよね。カップウィズハンドル的なものができてますけれども、まあ操作ボトム的なものでいいでしょうかね。その加担値、つまり140ドルぐらいまでの落ちはね、ちょっと想定をしておくべきかなというふうに思いますので、そこを割り込んだらもうさらなる暴落でブリーと、ね、落ちてくる可能性が当然ありますから、そこは注意をしておきましょう。 OK ですか？で相場感がやっぱり変わってくるのはもう簡単です。この高値をね結んだラインを実践として明確に上にブレイクしてくれば、まあ変わってくるんじゃないかなと。ここ抜けたんですけど、ヒゲでね、まあ押し戻されているような状況ですから、実践としてパチッとつけてくると、グッとした力強い上昇が待っている可能性
性がありますので、まあ今はね、まだね、短期並びに FX 勢は堅かなと。で、逆に下に落ちてきた時の180ドル付近での押し目買いはチャンスよということで意識をしておいてください。長期保有目的の方は特にね、よろしくお願いいたします。ですからまだ、ちょっと落ち待ちをしておいてもいいかもね、というのは、お願いいたします。はい。まあ、だら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 下げてますからね、様子を一変するにはこの高値を結んだラインを上にブレイクしてきたら、変わってくるでしょうということで、お願いいたします。はい、次行きます。まあ、日足の200日移動平均線がちょっと支えになってくれるかなという感じね、が、いたしておりますよ。で、次はアクシーインフィニティを見ていきましょうよ。アクシーインフィニティでございますね。はい、行きまーす。はい。アクシーインフィニティなんですけれども、ただいまの価格がいいですか？うん。128ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しては、上昇チャンネル。うん。上昇チャンネルの形に今ね、差し掛かっているような状況になっております。OK ですか？上昇チャンネルの形。ですから、この値打ちに関しては、反発狙いでのね、まあ、いわゆる押し目買いという形で見ておいてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、短期並びに FX で勝負するんであれば、このラインをもう割れ込んだら、実践として割れ込んだら、ですからもう今のドルでいくと124ドルを割れ込んでしまうと、やっぱり雲の形までずるっと落ちてくる可能性がありますので、また100ドル前半、106ドルとか、その付近を試しに来る可能性が多いにありますから、ここは、やっぱり短期並びに FX で勝負する方は100に、まあ、ちょっと喜びで120ドルを割れ込んだら損切りをするみたいな形でね、見ておいてもいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはね、話は簡単ですけど、よろしくお願いいたします。はい、アクシーインフィニティですよ。うん。こうね、上昇チャンネルの形にいますから、ちょっと上昇を期待して、現物並びに短期並びに FX でも入っていっていいんじゃないかなと。ですけど、短期系 FX 系の方々は割れ込んで、120を割れ込んだら106ドル付近まで落ちてきますから、そこは注意をしておいてください。はい。まあ、とにかく上にね、反発で上がっていってほしいということですね。ゲーム通貨の一つですからね。よろしくお願いいたします。はい。そして今日の最後見ていきましょう。今日の最後は、まあ、チャート分析云々よりもね、ちょっとチャートを見ていきたいなと、さっき、ツイッターでも上げておりましたけれども、いいですか？うん。テンセットがね、ちょっとこう、見てください。冷やしレベルですけど、いいですか？いきますよ。はい、ここ。上場後からでいいでしょうかね。中央集権的取引所に上場後からの、まあ、あちら。gate.io でも購入できますからね。gate.io にもありますから、そこを見ていただいても分かるように、もうずれっと落ちてきてるんですよ。で、一ついいのが、日足の、いいですか、MACD 線。gate.io で見てみてください。日足の MACD 線が、ゴールデンクロスを起こしてるんですよね。ゴールデンクロスを起こしてます。この、ほぼほぼ最下端をつけた値位置でゴールデンクロスを起こしておりますので、そこが様相としてはね、良くなってくるかもなーっていうのは思いますから、今ぐらいの値位置で、基準ラインを定めておいてもいいかも。ちょうど1ドルですから、今ぐらいのラインで、ちょっとね、分割エントリーをかましていただいて、もし落ちてきたら、あちら、さらに分割でポンポンポンと入れていくみたいな感じで、一旦ねそこを割れ込んでしまうとやっぱりどこまで落ちてくるか分かりませんので、ちょっと細かくね、設定ちょっと拾えるところでは拾ってグーっていこうかなみたいな感じで見ておくのがいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。ですからもう本当にこれはそこを打ち感というかそこを作っているような状況にも見えますし、今もうね、底値を安値を更新するような流れになるかもしれませんので、フルぶち込みはダメですよ。フルぶち込みはダメ。うん、やっぱりちょっとこうね分割エントリーで話を進めていくっていうのがベストでございましょうから。そこはね、よろしくお願いいたします。で、上がってくるんであれば、やっぱりここね、頭を抑えられているラインがありますので、ワンチャンうまくいけば、本当に2ドル以上、2.5 ドルとか、そこら辺ぐらいまでの上昇をぐっと見ていける可能性があります。もし、ここから盛り返してくるんであれば、2.5 ドルから 2.6 ドルぐらいは利確ポイントとして一つ押さえておきましょう。はい。半利確ぐらいしていってもいいですし、原資分だけ抜いて、移動平均線が追いついてきた時に割れ込んでしまったら、もうね、利用していくみたいな感じで見ていくのがいいんじゃないかなと。ただ、2.59 ドルを上にブレイクしてくれば、さらに力強さが出てきて、やっぱり3ドル。後半、そして市場最高値6ドルっていうところを見ていく可能性も当然これありますのでね、まずは今ぐらいから購入をして 2.5 から6ドルぐらいでの利確をね推奨いたしますので、よろしくお願いします。で、下に割れ込んだら分割で、どんどん薄めていく感じでね見ておくのがベストということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんといきますよ、なんと1万193名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。これも皆様の高評価であるとかバッドボタンでもね全然構いません。はい、あとは あちらでございます。コメント等もお待ちしております。今ちょこちょこ返しております。はい、コメント等もお待ちしておりますし、あとはね先ほど見ましたツイッターね、こちらのフォローのほどもぜひともねお願いいたします。あとこちらでのリツイート並びにいいねボタンがね、ビットマン TV に入っていただく、やっぱり一つのきっかけになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひともここはねもう皆様のご協力を仰ぐようでね、悪いでございますけども、ぜひともね、よろしくお願いしたい次第でございます。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。また第2部の配信で、しっかりといろんなニュースが流れてきた、まあ上昇ねしてきてほしいんですけども、どういったニュースが流れてくるのか。で、今日の第2部はちょっとかなり短い動画に、もしかしたら重要ニュースも、ないかもしれませんので、通貨数もちょっと短めに15分ぐらいのねちょっと動画に今日はちょっとしていきたいなというふうに思ってますので、ちょっと出かけるんですよ、ちょっと今からね。ですからそこをちょっとね、ご了承
いただければなと、多分車の中での収録になると思いますので、ちょっとここはねご了承していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、本日第2部の配信まで楽しみにお待ちください。では、バイチャッ、バイチャッ。